はい、いつもの峠の雑談です。今日のお話はね、高齢者がバイクに乗るということについてです。割とね、最近 YouTube 見てたらね、高齢者の方がオートバイの免許を取って乗り始めたっていうね、動画が多数上がってますね。1、2年前まではね、それほどなかったような気もするんですけどね、最近なんか特に多いですね。68歳かなぐらいで、普通二輪免許まで取って、今度大型二輪免許取りますみたいなね、話が多いですね。僕が知る高齢者のね、ライダーでカリスマ的な存在の人って言ったら、ロバライダーさんという人がいるんですけどね、確かね、熊本に住んでらっしゃる方でね、同じ九州の人なんで、すごいなと思ってね、よく見てます。4つぐらい上かな、あの人、僕より。72歳ぐらいですかね、あの人ね、思うんですけどね。ただね 高齢者ライダーのね、YouTuber のカリスマだなと思うんだけど、どんな動画他上げてるかっていうと、結局50代の時はどうすればいいかとか、60代でどうすればいいかみたいな話が多いんですね。だからやっぱりこう上げる動画としては、こう高齢者向けに動画を作るんだなと思ってね。まあ、そういうジャンルなんですかね、高齢者ライダージャンルっていうんですか、そういうのがあるのかもしれないですね。まあ、そういうわけでね、僕もね、本当、知ってらっしゃる人は知ってると思いますけどね、本当いい年なんですよ。今日のこの動画見てね、そんな年だったのかとか思った人いるかもしれませんけどね、そんな年です。ちなみに、まあバイクの方はまあ置いといて、ギターの方にしてでもですね、若い頃に比べたら指が回らなくなってきたかなという時はちょっとありますね。もともとね、あんまり早く指が動く方じゃなかったんで、速いパッセージとかは若い頃からあんまり得意ではなかったんですけどね。だから年取ってもっとね、指が動かなくなったらどうするかっていうと、あとはもう味で聞かせるしかないですね、ギターはね。味っていうか音色ですね、だろうなという気がしてますね。速いスピードの曲が弾けないっていうことは、まあそういうことなんですね。ということは置いといてですけど バイクの話戻りますけどね、そのね、68歳で中型で70歳で大型免許取った場合ってどうなのかなと思ってね、その方の動画を見ていたんですけど、そしたらやっぱりこう普通の人に比べて、普通に免許取る時も、まあ普通のね、若い人が取るのの2倍の教習時間がかかったそうですね。で、怪我をいっぱいしたって書いて言ってましたね、動画の中で。要は怪我をいっぱいするっていうのは、こけるっていう意味ですね、教習所の中で。やたらね、だから怪我をたくさんしましたっていうことを言われてましたね。ちなみに僕はね、二輪の免許より四輪の免許が早かったんで、20歳でしたね、二輪はね。四輪が逆に18歳で取ったのかな、確かそうだったと思いますけどね。ただそれからずっとそのバイクを降りるとか自動車を降りるとか、そういうことなかったんでね、70歳近くになってから取る人とはやっぱり違うでしょうね、やっぱりね。逆にその70歳になって大型二輪取ったのはいいけど、どういう大型のバイクに乗るのかなと思ってね、思いますね。ただ一つ言えることはね、まあ若くてもそうですけど、大型のバイク乗るんだったら、やっぱり両足がね、かかとまでべったりつくバイクを買った方がいいと思います、個人的には。で、大型バイクに乗るとね、長距離ツーリングが楽になるんじゃないかなと思ってて、大型免許取って大型のバイクね、買う方っていらっしゃるみたいですけど、自動車と違って、バイクの場合ってどうしても信号で停車するとね、足をつかないといけないので。そこが自動車と大きな違いですね。自動車はやっぱり大きな排気量になったって、足をついて止まらないといけないってことはないんでね、そこが大きな違いかなと思うし、だから下
下手をするとちょっとしたね角度がついただけで倒してしまいますんでね、地面が不整路面で足ついた側に穴ぼことかあったらね、もう思ったより角度が倒れてしまって、普通なら大丈夫なんだけどそのままねバターンと倒れてしまうことあると思いますね。だから必ずしもね大型バイクで乗るとツーリングが楽になるっていうのは本当かなと僕はちょっと疑ってますね。それをねはっきり思ったのはね今じゃないですけどね、もう随分20年ぐらい前ですけどね、会社のね、同僚とねツーリング行ったことがあるんですよ。そしたらね一人の方がね、僕が昔乗っていた ZZR1100D2 ですね、 1100cc の ZX11 ですね、乗ってこられてたんですね。でその時僕はもう ZX11 降りててヤマハのルネッサンに乗ってたんですよね。でそのツーリング参加したんですけど、まあいつも走らないメンバーですから、こうまあリーダーの人は一応みたいな人は決まってたんですけどね、結構休憩場所から出る時割とパッとこうその人がまあトップ引き、トップ引きっていうのは先頭走る人のことですけど、ね、トップ引きするんでそれに合わせてねなんとなく走ってきた順でこう出ていくんだけど、やっぱり ZX11 重たいんですね。今ちょっとネットで調べて分かったけど、やっぱり装備で250キロはありましたね、あのバイクね。でその時僕が乗ってたルネッサが装備で156キロだったかな、ガソリンまで足したぐらいの重さで、そんなもんですね全部ね。で100キロ違うバイクってやっぱりいざこう休憩場所から出ようとする時に250のバイクと1100のバイクってやっぱ違うんですね。要はもたつくんですね、要はそのなんていうのかな、方向を変えたり行く方向に対してまず押して押し引きでね、だからちょっともたもたもたってしちゃって大変そうに見えたんですね、やっぱり見ててね。で結局市街地だとほら信号ごとに止まって足つくじゃないですか、40キロぐらい出て足ねしばらくしたらまた足ついて、また信号で引っかかってまた足ついてみたいなね。そうするとでかいバイク250キロあるバイクってめんどくさいんですね、やっぱりね。だからおそらく高速道路にね、自宅からすぐ乗って目的地のところで高速道路を置いてそのまま目的地があるみたいなんだったらちょっと違うかもしれないですけど、市街地をどうしても走る部分があるんだったらおそらくねリッターバイクより 250cc のバイクで 150-60 キロの装備重量のバイクの方が楽なんじゃないかなと思いますね、ロングツーリング。僕は、まあ、40年近く乗ってきてね今そう思ってますけどね、めちゃくちゃなんかこう市街地見たスピードで延々ね市街地も走るというようなグループだったらまた別かもしれないですけどね、普通はそんなこと考えにくいし、市街地でやっぱりそんなめちゃくちゃなスピードってはどうしたって出せないからですね、そんなこと思ったりしますね。だから今例えば普通に二輪免許持ってて70歳ぐらいでツーリングがね、もっと楽になりたいからって言って大型二輪免許取ってリッターオーバーのバイク買って乗ってもおそらくね疲れ方変わらないか余計辛くなるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね、まあこれは個人的なね、感想ですけどね、じゃないのかなという気がしますね。ちなみにさっき言った、高齢者ライダーのカリスマのロバライダーさんも結局 Z900RS 降りて CB400 かなに変えましたよね。そういうことなのかなという気もしますね。でロバライダーさんがキャンプ行くのにモンキーの125で行ってたんでね、ああなるほどねってやっぱ思いました。多分 Z900 の RS にね荷物積んでってことになっちゃうとすごい重さになっちゃうだろうなと思って、あだからモンキーでキャンプ行ったんだろうなとなんとなく思いましたね。まあそんなことだろうと思います。もしかしたら全然違う理由かもしれないですけどね、でもそうじゃないかなという気がしましたね、あの時ね。まあそういうわけでね、あんまり無理してこう大きなオートバイ乗ったら楽になるとかいうような幻想は持たない方がいいかもしれないなと思いますね。大型の二輪で長距離ツーリング行ったら楽だ楽だというのはこれあくまでね俺自動車の方から来てる考え方だと思いますね。その車とかねだと重量を足で支えるってことがないけど、バイクの場合どうしても足で支えますんでね、そこが大きな違いだと思いますね、車とバイクのね。
だから車だと確かにね、大きい排気量の乗用車で旅行行くと楽は楽ですね。それは思ったことはあります。だけどバイクで本当に大きいバイクで楽なのかなとか思ったりね。小回り利かないし U ターンできしにくいしね。できないことはないですけどね ちょっと U ターンするの怖いような狭い道もありますしね。250のバイクなら別に楽に U ターンできたけど、大型のバイクでこれ U ターンするとどうかなって思う時ありましたよね、やっぱね。まあそういうことでね、まあ自分の何て言うのかな、まあよっぽどプロレスラーみたいな体格でね、すごい筋力もあるってて年齢いってる高齢者の方っていうのももしかしたらいるかもしれないんで、そういう場合はまた別だとは思いますけどね。まあだから自分の、まあ、体力とかと相談してね、バイク乗られた方がいいのかなという気はちょっとしますね。といったところで、まだチャンネル登録お済みじゃないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。